佐藤健一、1959年9月13日隊は、北海道札幌市白石区出身の元プロ、野球選手、プロ野球コーチ。北海高では、エースとして1977年夏の甲子園、南北海道予選決勝に進出するが、札幌賞に完封を喫し甲子園出場を一する。同年のドラフト5位で、ロッテオリオンズに入団。 1979年に内野手に転校する。控え生活が長かったが、9年目の1986年には、水上義雄の欠場もあって、遊撃手、三塁手、二塁手を兼ねて、活躍、同年は、初の規定打席に達する。翌年以降もユーティリティプレイヤーとして起用され、堅実な守備と、勝負強いバッティングを見せた。1989年には、 開幕直後に故障欠場を余儀なくされるが、その後は遊劇種に定着しだ率、297の高成績をマーク。1990年には2度目の規定打席に達する。しかし1991年には南、淵と北かと併用され、出場機会が減る。同年シーズン途中に登録名を佐藤健一に変更。翌1九十二年のシーズン終了後に、 現役引退。引退後は1993年からロッテのコーチを務めていたが、2007年10月6日に、球団より翌年のコーチ契約を結ばないことが発表され、野球振興事業担当へ移動。2008年より振興部テクニカルコーチとして、ベースボールアカデミーで海外の提携球団や、千葉県内の野球教室で指導を行っていた。2008年は、 提携先の中国、チャンスーホープスターズの監督に就任し、元同僚のその川和美が投手コーチを務めていた。2010年より、ロッテに復帰し、二軍内野守備走塁コーチを務める。2012年より一軍内野守備走塁コーチを務めた後、2015年から2017年まで二軍内野守備走塁コーチ務めた。2018年からは、 日テレニュース24の野球解説者として活動する2012年7月8日 QVC マリンフィールドにてありがとうございます。